君は何かがある。得体の知れない何かがあると感じる。この森王町に。一年目の東方ジョウスケです。この町には何かが潜んでいる。何か非常にヤバい危機が迫っているぞ。森王町に限ったこの変死試験について警察は慎重に捜査を進めています。そいつはおそらくスタンド使いだ。 俺がこの町と不況を守りますよ。どんなことが起ころうと俺の頭にケチつけてムカつかせたやつは何者だろうと許される。じいちゃんの守った黒の町で永久に生きるんだ。どら俺の空城ジョータロ、血縁上はお前の老いってやつになるのかな。さてジョースカ、 この状況、お前ならどう切り抜ける。切り抜けるってのはちょいと違いますね。ぶち壊し抜ける。その写真の意味が分かったかもしれん。この街の危機やばい。やってるのかな。なんだってジョースケ。永遠に食い直しを。てめえが殺した人間の。ジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けない。 グレートですよ、こいつは。え、森王朝だって？俺がアプリに出てくる？何してんだ？って本当じゃねえか！ドラドラドラ！ジョジョの奇妙な冒険、スターダストシューターズ、グレートですよ、こいつは。バンダイナムコ。 これほどまでに素晴らしいキャンペーンはなかったな。最近にかいってやつだ。よし、ジョジョの奇妙な冒険、アイスの奥に取るに足らぬ人間どもよ、キャンペーンは3月26日より開始予定だ。アイズオブヘブンの公式ホームページを見やがれ。バンダイナムコ。